スベトラーナ・ホルキナは、ロシアの元女子体操競技選手で、政治家。5歳で体操を始め、1991年に12歳で、ナショナルチーム入り。1990年代中盤マイナス2000、年代前半と、長期間にわたって、トップ選手として活躍した。1995年6月、欧州選手権で、個人総合優勝。同年10月、 初出場の世界選手権で段違い平行棒で優勝。以後、複数の新技を発表し、圧倒的な強さで5連覇する。1997年世界体操競技選手権で個人総合初優勝。2000年シドニーオリンピックでは、跳馬の不具合によるミスや段違い平行棒の落下から個人総合は11位に沈んだ。 団体でも団地外平行棒で落下し、優勝を逃していただけに、得意の団地外平行棒で2連覇を果たした瞬間、涙を流した。2003年世界体操競技選手権、個人総合では、予選3位から最終種目の床運動で、逆転優勝し、連覇。床は2位のカーリー・パターソンをして、まるで女優のようと感嘆させる演技だった。一方、 予選1位の段違い平行棒では2度落下したため7位だった。同大会期間中に翌2004年での引退を明言した。最後の五輪となった2004年アテネオリンピックでは会場のファンから圧倒的な声援を受けたが、個人総合でシーパターソンに敗れ金メダルとなり、悲願の優勝は叶わなかった。競技終了後は多くの選手と握手を交わし、 表彰式にはわざわざレオタードを着替えて臨んだ。種目別の段違い平行棒では、まさかの落下に終わり3連覇をたたれ、ショックからか、全選手の演技終了を待たずに退場し、メダル獲得者によるガラにも姿を見せなかった。さらに日程終了後の記者会見では、私はオリンピックチャンピオンと発言。同五輪では男子に採点トラブルが発生しており、また、 会見以前に、ホルキナから採点に不満を示す趣旨の発言があった、ことから、真意を問う質問が集中した。2004年12月、ロシア体操連盟の副会長に選出された。2009年10月撮影2007年に、与党、統一ロシアから、ロシア連邦議会会議員に当選。なおこの選挙では、元新体操選手のアリーナ・カバイワラも当選している。 2009年1月にはスポーツ議員団の一員として来日した。約10年もの長期間にわたり、AS として活躍。164センチメートルと体操選手としては極めて長身であり、少女期に新体操に取り組んだ時期もあった。特に段違い平行棒においては他を寄せ付けない圧倒的な強さがあった。自ら開発した飛び越し技を武器に、 オリンピック連覇、世界選手権後連覇をはじめとする驚異的な連勝記録も達成した。個人総合においても常に優勝候補と目され、世界選手権では3度優勝したが、オリンピックでの優勝はついに叶わなかった。名字のホルキナをコーキナとする表記もあるため、国際大会デビュー当初の日本語表記はチョルキナとされていた。しかし、1995年世界、 体操競技選手権中に、場内アナウンスを聞いた本人の申し入れにより表記が、ホルキナに改められた。ありがとうございます。